YouTube ライジョンです。そしてお疲れ様スラットです。ありがとうございます。ってことでね、この二人を見れば分かると思うんですけど、今日はニャンコ大戦争やってみたいと思います。ニャンコです。はい、今日はニャンコでね、はい、あのライクさんと勝負をします。はい、で直接対決とかないんですけど、はい、なんかめっちゃ難しいステージがあるらしくて、はいはいはい、どっちがこう多くクリアできるかみたいな、なんか何段階かステージがあるらしいのね、うん、そうなんで、まあ、30分っていう時間決めて、はい、もうお互いもう別室で、はい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 、こもって別室でね、はい、30分で、どっちが多くプレイできるか、はい、やっていきたいと思いまして、はい、あの一応罰ゲームがありまして、お激辛ペヤングということで激辛ペヤング、まあ、ちなみになんですけど、ランク裏っていうのがあ、にゃんとね、そう、多分新宿のお互いレジェンドストーリークリアして、はいはい、はい、俺宇宙編まだなんだっけ。ああ宇宙編終わってますけど、ああ、ランクは何なの。ランクは、うん、結構高いですよ、うん、6227 え低っ。えこれは7160、あれあのこの前6000ダーマだったのに、はい、絶対このヒロタビル上げてきてるじゃん。はい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 、こそれにしてきました。まああんま変わんないですからね。まあまあランクではないから、うん、課金でちょっと違う本当にちょっと多く課金してるぐらいだ。いやいやいや、ってことでね、はい、今日は30分で勝負して負けたらね、うん、激辛。ちなみに辛いのは、まあ蒙古タンメンギリ食えるぐらい。ああ、俺ねマジで食ったことないし、基本辛いの苦手やん、うんうん、ライクさんマジの無理普通に死ぬと思う、まあ、だから勝ちに来てるマジで。俺今日秘策用意してきたから、多分俺が今日勝ってラット多分、うん、ずるやんそんなのってなると思うわ。秘策あんのこれに。お互い、あの、うん、ステージの攻略とかは一切見ないで、うん、何も見てない、情報なし。多分だけどお互いもうなんかガチャ限定キャラ詰め合わせてそうやつになると思うけど、まあまあまあそんな感じでね。お互いだから一個もクリアできないとこもあるですよね。あ、まあお互いはなんか俺クリアするから、あー誰かやだった。そういう感じね、うん、やっていきますか。やっていきましょう。ということで、じゃあ30分後、はい、移動。はい、というわけで部屋移動いたしまして、こちらね大魔王ニャンダム大降臨ね。これで、まあ、ライクさんと俺どっちが多くステージクリアできるかで激辛ペヤングちょっとかかってるんで、ちょっと本気で頑張ります。でまず初見なんで何がいいとか分かんないんですよね。おすすめが分かんないんで、まあ俺のこのいっぱいねパーティーあるんですけど、まあ安牌もう万能ねってメモしてるんですけど、まあ、ちょっとお気に入りの、まあ、キャスリン2種入れて、まあ、あとちょっと幅広くね戦えるように、まあ、この組んだこっちのパーティーでもう一発目からねクリアしていこうと思います。30分なんで、じゃあもう序盤から全開でアイテムゴリゴリ使ってねクリアしていきます。多分合計何ステージなんかね4つぐらいあるみたいな、そう話を聞いたんですけど、まあ、いきなりねクリアしちゃって、まあ、そんな感じなんだっていう。で、今回のこの、まず相手のね、うわ、マジで見たことないんだよね。ゾンビと、いや、なんか、ぬるっとか出そうじゃない？ぬるっとね。マジガチャゲンのキャスリー系でゴリ押して、え、ちょっと待って、硬い。バリア持ち？いや、なんかバリアとはまた違う、ちょっと見たことない系統のね。いや、まあでも、俺ほんとにね、罰ゲーム嫌なのよ。頼む。このまま、ぬるっとダブルキャスリー？熱すぎる。からの、白身玉。俺の一番好きなキャラです。はい。相手のね、うわやばい待ってこいつだニャンダム。こいつが大魔王ニャンダムで、もうこいつをしばけば、マジ俺の勝ち。お願いほんとに。頼む。貫通してもタワー壊してもいい。まず相手のなんかね、特性を知ることが大事ね。え、ってか火力、やばい、火力バカでかい。ちょっと待って。そういう感じね。攻撃力が高い。じゃあ攻略サイト今回見えない、見ちゃダメなルールなんで、自分で相手のキャラクターのね、特性を理解しないといけないの。え、ちょっと待って、やばい。ちょっと待って、強いんだけど。待てよ、おい。あー、なるほど。周りの、キャラは、まあ、多分ね、なんとでもなるんですけど、これ、ニャンダム、これ、なんなん？お前の属性的なのは何？何対策を入れればいいんだ？対黒色？これ、対黒でもないか。まだね、一つ目なんですよ。なんか、大魔王、ニャンダム、一つ目、二つ目、三つ目みたいな、
いっぱいあるみたいな話のまだ一つ目なんですよね。いやお金はあるんだよ、お金はあるんだけど、やばい火力が高い。いや俺の白キャスリーが思ったりいかれる。いやバリア持ってんなやっぱ。いやあらあらあら、マジで勝ちたい、マジでこれ勝てなかった時にちょっとどうやって勝つんだよ。いやこのバリア、あーなるほどね、体力 78% 残ったん。ちょっと待ってくれ、真剣に考えよう。一つもクリアできないわ、マジで終わってる。いやもうちょっとバリアっぽかったから、一旦自由の猫とか入れてバリア対策して壁増やす、いや火力を増やそうか。高 HP で殴り合える方がいいから、じゃらみ入れるわ。いや、むき足猫とかも良さそうだな。ちょ、火力？火力目でいきます。多分一つ目はね、クリアできないとマジやばい気がするんだよね。うわー、怖すぎー、ほんまに嫌だ。罰ゲームかかってるにゃんこガチ絶望すぎる。で、バリア出して確実に破壊できるし、あれバリアだと思うんだよね。よし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 。いやー、いい。ここまでは完璧。やっぱ火力いるね。さあ来た。で、ここでもう猫コンピューター使って、フルで、もう無駄なく。マジ頼む。マジ頼む。マジ頼む。マジ。もう俺ね、祈ることしかできない。ほんまに。マジで頼む。俺の運命が。マジで無理。うわ、やば。軽くバカなんだよな。いやー、意外といいんだよね。パーティー自体はね、悪くないんだよね。頑張れる、頑張れる、頑張れる、頑張れる。むき足、火力、いや、頑張れてる、頑張れてる。相手の攻撃力が高すぎる。さ、猫チャラミ、いや、でも熱い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 、さ、確実にダメージ稼ぐ。いや、マジで頼む。いや、もう押されてる。押されてる。ちょっと待ってくれ。87番何が悪いんや。ちょ、マジやばい。ちょ、どうする？俺のこの限定ゾーンの火力で頑張れねえか、なんか。属性を持つのに超ダメージ、遠方範囲。いや、白側を持っていこう。やっぱ火力いるっすね。で、バリアこれいらない。絶対火力ゲーな気がする。これにします。ちょ、マジで3回目の挑戦、ガチでやばい。ナイキさんが1個もクリアできないのを祈らないといけない。お互い1つもステージクリアできないの引き分け。で、罰ゲーム回避になるから。違うんだよね。一つ俺が確実にクリアしとくことによって幸せになれる。え、やばい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 。嘘やろ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 。え、マジサイトみたい。なんなんだ、教えてくれたでか。いや、いやもうジャラミ強いね。よし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 。いやーいいよ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 。頑張れる頑張れる、絶対頑張れる。え、マジで火力アホだ。火力が高すぎて、俺のユニット攻撃する前に行かれちゃうんだよね。いやでも頑張れてる。黒キャスナイス、にゃんこでマジナンバーワンツーツー。黒キャス黒キャス頑張れ頑張れ。いやマジだろ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 、本当に本当に。え、ちょっといいよ。いや火力おかしいな、やばいやばいマジやばい。ちょっと待って、おお祈るしかない。あのライキさん、お願いし、クリアできてない。クリアできてないのに祈んなきゃいけない。え、ちょ、マジで無理。ちょ、一回猫ボンバー入れるわ。相手が黒い敵だった時に、猫ボンバー超強いのよ。簡単にやられちゃうんで、多分、ぼちぼちな、この猫島とか猫キングドラゴンで頑張るが、正解な気がする。しかも、いらない。いや、わかった。大型がいらないんだ。気づいた。え、これ相手がマジで属性黒だった時に、これ勝てます。マジ頼む。頼む。頼む。負けたくないよ。罰ゲーム嫌だよ。まずここは、ジャラミとムキ足猫。いや、この大狂乱が強すぎる。この大狂乱でまず頑張ると。オッケーオッケー。いや、もう完璧。一応猫ボンバ出して、相手あれさ、青色？紺色かな？悪魔に強いキャラとか持ってないんだよな。なんか悪魔的な感じだよね。いや、あるある。マジある、マジある、マジある、マジある。いや、これ黒だろ、あいつ、絶対。属性黒だ。黒属性だったら、猫ボンバー固めろ、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 猫ボンバー、いけ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 。いや、黒じゃないのか？全然動き固まらん。超大型は入れない作戦。猫ボンバー。いや、相手黒じゃねえのか、あれ。黒やん、でも。いや、マジである。マジである、マジである。ガチである。猫ボンバー。いや、やばい黒キャス、いや、黒キャスターでも強い。うわぁ、やばい。うわぁ、一番頑張れてる。ちょ、待って、やばい、制限時間30分よ。もうね、開始から15分くらい経って。
勝てそうで勝てそうで、いや一番良かったぞ。何パーだ、50パーとか74なんだよね。これ以上レベルも上がらん。ネコキングドラゴン、いや入れるか。いやでもね、白見たも俺いない気するな。俺めっちゃ好きなんですよ。なんかやっぱ火力が大事な気がする。火力、うわー超遠距離系かもしかして。うわークロノスで相手を止めるのもありなんですよね。いやクロノス持っていくか。ちょっとやっぱりいろいろ試していこう。数をこなすのは大事。やばアイテムが、アイテムが足んなくなってきた。そろそろね。いや 70% なんだよな。 40% ぐらいまで行きたいな。この辺は結局何とでもなるんですよ。問題はマジでボスがね、イカれてやがる。あいつ、あのボスの仕分け方だな。いやクロノスこれマジ超遠距離で相手の動き封じるから、このクロノス次第ではほんまにあるよ。お前が俺を救ってくれ。お前なら俺を救える。やめろ、届くな。いや、オッケーオッケー、相手の攻撃届いてない。固める固める、クロノス、クロノス。固まってる、ちょっと固まってる、熱い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 。いや、マジあるぞ。ほらほら、いや、いや、クロノス熱い、クロノス絶対熱い。固める固める。固まってんのか絶妙にわからんけど、いい、押してる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 。ガチ押してる。マジ押してるマジ。でも俺の方が射程ちょっと長いんだよね。オッケーオッケー。いや、じゃマジ今耐える耐えるしかない。頑張れ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 、耐えて、お金欲しい。いやーめっちゃいいとこまで行ってる、いいとこまで行ってる。全ザル全ザル、お金欲しい。耐えて、マジであるよ。でクロノスでもう一回固めて、固めて、いや絶妙に固まってないのか。あいつさ能力効かない。いやでもちょっと固まってるよな、ほんのちょっと固まってんだよね。オッケーオッケー、押してる押してる、勝ってる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 。これ一番いい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 、今までで一番いいぞ、マジ一番いいぞ。いやークロス太郎、お前お前だ、やめろやめろ太郎太郎、固めろ固めろ固めろ、勝ち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 、マジある。今の間に固めてる間に、いやほんまにあるぞこれ。そろそろ40分ぐらいいってるだろ。いや一番一番マジある、マジこれ1個クリアできたらこの難易度ガチ勝てるぞ今回の勝負。いや押してる、マジある、クロノスが勝ってる、ちょマジクロノスクロノスクロノス、マジあるマジあるマジあるぞ。クロノス来た、早く早く、マジあるマジある。いや今回逃してる、今回逃してる、結構やばい。下がるな下がるな下がるな、押せ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 、ちょマジやばい、クロノスお前ビビりすぎだ、もっと攻めろ、固めろ、いやばい。いや焦るな、落ち着け、仲間を信じろ。黒キャスもいる、黒キャスいけ、黒キャス破壊いけいけ、今チャンス、壁いない、マジあるマジあるマジある、攻撃しろ攻撃しろ攻撃しろ、やばい、ちょっと耐えてくれちょっと耐えてくれ。いやマジでうまい、これ俺行かなかったら終わるぞ、男じゃねえ、今勝たなきゃ。ワンステージでこんなさ時間かかることあんまないぞ。やばいやばいやばい、マジで隣の部屋で撮ってんですよ、これやべえぞ、やべえ、1つ目クリアです。いやで、ちょ次次次、これデイムニャンデムドンとあるんですよ、これやばいぞ。ちょレベル上げれないか、レベル、いやクロノスこれちょレベル上げるわ、レベル上下上げて、よし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 、マジマジ本気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 だ本気だ。ニャンマも上げて、大輝さんって罰ゲーム超苦手なのよ、超苦手な人をね罰ゲームさせるって神じゃないねえ。いやこのパーティー絶対行きます、レッツゴー。
いや、さっきのね、攻略のね、道はもう見えてる。うわ、待って、今回違う、エイリアン出てきてる。エイリアン、対エイリアン持ってきてない。投竜機めっちゃ強い、持ってんすよ俺。対エイリアン。ガチ熱い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 。なんか一つステージクリアするだけでもう俺勝ったんじゃねえかっていうこのね、わあ、エイリアン多いね。いや、さすがにか、ちょっと強えな。あー、これはね、戦略的男の撤退もあります。あー、これ無理です。戦略的、じゃあ時間がある、んで、戦略的男の撤退のこいつです。対エイリアン2個漂流機マジ強いです。で、うーん、何をなくすかだいぶ悩むんですけど、で、漂流機マジ最強なんだよな。最強なんだけど、さらにちょっと強くしちゃって、ちょ、マジここ2個目クリアしたら多分ほぼ勝ち確だと思う。で、天使が、まあ、わかんないんですけど、猫半魚人が天使に強いけど、いや、まあ、同じ行こう。同じ行こう。やばい、アイテムがね、アイテムがね、よし。もうね、残り少ないですよ、チャンスも。時間も時間なんでね。いや、出てくんの早いな。ちょっと壁で、できるだけ止めて、漂流機も出して、よし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 。できるだけ前線上げときたいな。で、クロノスがマジ重要なことは分かったんで、クロノスも出して、OK。これで、頑張れるっしょ。止めながら、OKOK。クロノスが止める。止まってるよね。マジでね、ほんのちょっと止まるんですよね。オッケーオッケーオッケー。熱い熱い熱い。頑張れ頑張れ頑張れ。で、漂流機見るから、対エイリアンはバッチリ。対天使はね、なんかもうゴリ押しでいいかなーっていう。ダラムダラムダラム。いや、あるよ。本気であるぞ。で、もう、すぐ見せる。え、なんか押してない俺。押してるよね。あ、クロノスいなくなった。クロノスいなくなったけど、漂流機絶対活躍してる。対エイリアン。いや、クロノストリがここまで活躍すると思ってなかったな。射程が長いんだよね。ノックバックして、時間稼いで。クロノス、クロノス、お金が足りん。お金が足りんけど。いや、マジでここ押し切れ。ここ押し切りたい。ここのクロノスで耐えたら、あります。本気である。固める。いいよ。いいよ。いいよ。チームプレイ。固めてる間に、頑張れ頑張れ頑張れ、火力欲しい火力。押してる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 。下げる。え、ニャンドムサタザコイかこれ。見つけた攻略法。やばい、ごめんなさいザコとか言って。うん、黒の黒キャス、黒キャス頑張れ。いや、あ、え、押してる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 。マジでマジでマジで。ボコボコにしろ、ボコボコに。そうそう、いい、いい、黒のさんやられるなよ。さあ押す。え、もう相手、この、来た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 、これ、これもうだって、あんたたちだけで止まるわけないよね。やばすぎ。え、最強パーティー見つけた。うわ、28分。いや、これもう一戦、ラストチャンス。ラスト、え、なんか、何これ、なんか、なんか見たことない解放みたいなの出てきた。ラストチャンスです。チャレンジ30分なんでね。なんだこれ。悪魔城の豪華で。こんなのない。こんなのない。こんなのないぞ俺。え、ちょ、ちょ、また、また、つい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 。悪魔が。あ、ごめん、なんか、え、ごめんなさい。つい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 。なんとか耐えます。いや、悪魔、すげえな、おい。対悪魔のキャラとか持ってないんですけどね。なんか能力を解放、ああ。無理です。まあでもこれでちょうど30分ぐらいだ。大魔王ニャンダム大降臨。私はクリアでございます。2つね。いや、これは勝ったんじゃないのか。ライキさんがいくつね、クリアしてるかですけど。いや、これめっちゃ頑張ったぞ。はい、ということで、30分経ちました、はい、挑戦し終えました。はい、どうでしたか。まあ、難しかったっすね。いや、マジで思ってた50倍強かった。ほんまにやばいよこれ。やばい。やばいって思いながら、はい、死ぬ気でやりましたもん。おー、ライクさんが苦しい目が見たすぎて。
結果発表いきましょう。お、はい、じゃあ早速ダトさんからお願いします。私はね、はい、クリアした数、はい、2つです。あー、おー、これは簡単じゃねえのか。2つ、これマジですごいぞ。俺これ絶対勝った自信あります。俺が勝った数3つじゃなくて2つです。あ、よかったよかった。こう、ちょっとこう、こう、いやー、そうね、今さ、やばかったっす。本当に難かった。一つ目がむずくて。やっぱそうだよね。そう、一つ目のなんか、なんかなかなか、はいはいはい、買いまくって、わかるわかる。それで二つ目もそのまま流れてみたいな。俺もそう、全く、だから一つ目クリアするのに28分かかったもん。でも俺も25分くらいかかったんで。あ、そうだね。二つ目が、もうその残り2分でラストやつって潜って、はいはい、クリアできた。はいはい、でも二つ目は、難なくだった。ああ、余裕だったっす。だからそうだよね。三つ目やったっすか？三つ目やってない。3つ目もうラスト1分半ぐらいあったんで、うん、3つ目やってライキさん抜いちゃおうと思ったら、うん、マジボッコボコにされた。急に難易度比にならんかった。編成はさ、どんな感じだった？俺は、うん、クロノス入れました。クロノストリガー、遅延効果の足、相手足止めの、もうこいつっす。他は絶対勝てると思って、だから俺ワンチャンラット0個見えてた。クリア、いや0個見えてたっす。いや、そうだね、だから祈ってたっす。ライキさんお願い、0個0個で引き分け、0個同士の引き分けを。2個目どんだけ強いんだよと思ったら1個目がマジ強かった。あ、1個目マジで難かったっす、うん、ってことでね、はい、まあ2人引き分けなんで、うん、引き分けか。まあ2人で食べますか、ちょっと。ちょっとずつちょっとずつ、うん、まあ、どんなもんかということで、まあ、結果引き分けだったので、罰ゲームの、激辛ペヤング、食べていきたいと思います。はい、買ってきました。激辛ペヤング、ごくごく激辛。近くのスーパーとかコンビニとか回ったんですけど、なくて Amazon で、650円しました。まあ、ペヤングそんなすんのかと思いながら、まあ、辛いの別に得意でもないし、まあ、超苦手ってわけでもないね。蒙古タンメン一応ギリ食べれるぐらいです。汗かきながら、はい、引きながら、はい、おい大丈夫かよこれ、ほんまに。なんかごく激辛ソースよね、なんか赤黒いね、グイブって入ってますけど、これ本当は入れたくないですね。これ入れずに食べたいんですけど、まあ罰ゲームなんで。よし、まあ普通のペヤングですね。やばいな、非常に辛味性味が強いので十分にご注意ください。あんま、あかんし、うわ最悪だ。匂いとかは、あー、なんか、いや、まだまだ全然まだまだ大丈夫ですね。まあ混ぜて、まあ見た目美味しそうですけどね。今んとこ起きてから10時間ぐらいかな、今何も食ってないんですよ。飯、そうだから普通にお腹空いてるんですよね。だからこのお腹空いた感じでごまかして食えるんじゃないか説を、まあやだな。まあ今匂いは焼きそばっす。匂いは全然焼きそば。あ、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 もうこれ無理、終わった。あ、はい、あ、うわ、痛い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 、ひたたたた、うわ、待って、これやばい、ちょ、待って、マジでやばい、これ舐めてた。俺、頑張れば食えるもんだと思ってたんですよ。頑張って食えない。ああ、一生。いやー、まだ頑張れる自分がいますね、これ。だってどう考えても減ってないように見えちゃうもんね。こいつで
世界変わるんじゃないか、まろやかにしてと思う。生卵プラン、これヤンキーしたかな。俺別に生卵が別にそこまで好きとかでもないけど、いやもうちょっとこれ正解説ない。一気にいくとねマジで持たない。いただきます。うんうん、うまい。いやでも卵ちょっといいかも。だからマジでえぐいからこれみんなに食ってほしい、ほんとに。よし、ラストいきます。うん、ペヤング極激辛完食。